明日から姉さんの娘を1週間預かることになった。急にどうしたの？姉さんが入院したんだ。それは大変、大丈夫なの？別に大したことないよ。でも入院するくらいだから。っていうかお姉さんってご主人の仕事の都合でアメリカにいるんじゃなかった？今一時帰国してるんだよ。知らなかった。結婚のご挨拶もできてないからお見舞いに伺おうかしら。やめろって、姉さんに恥をかかせるな。恥って何？仕方ない、お前には事情を話しておいてやる。姉さんは重度の痔を抱えているんだ。アメリカの医療ではとても対処できなくて、その手術のために緊急帰国したんだよ。いや、それは大変なことだと思うけど、なんで恥なの？お前、女性がそういった治療を受けてるのはあまり知られたくないだろ。だから秘密なんだよ。俺と姉さんしか知らない。そうだったのね。秘密なら仕方ないわ。だからお見舞いなんか行ったら姉さんに恥をかかせることになるんだよ。お会いしたかったのに残念だ。次に帰国した時に会えばいい。今回はひとまず2歳の娘の世話をしてくれ。それが姉さんのためなんだ。わかったわ。でも子供の世話なんてしたことないし、大丈夫かしら。あなたも手伝ってくれるのよね？すまないが、俺は明日から1週間出張なんだ。いや、聞いてないんだけど、私も仕事があるのに。1週間くらい有給取れよ。急に言われてもちょっと難しいよ。仕事と俺の家族とどっちが大事なんだ？大体女の仕事なんてパートみたいなもんだろ。そんな言い方しないでよ。とにかくこれは決定だ。お前は何としても休みを取って1週間子供の世話をしろ。大体子供の世話こそ女の仕事だろうが。私も手伝うけど、お母さんたちにも協力お願いできないの？極秘だって言っただろ。お母さんにも言ってないの？当たり前だろうが。母さんは誰よりもおしゃべりなんだ。ご近所では狂気の後方爆撃機、ザ・マッドスピーカーと呼ばれてるくらいだぞ。すごい異名ね。母さんに知られたら全て終わりだ。親族一同はもちろんのこと、区内全体に一瞬で広がるだろう。最近ツイッターを覚えたみたいだから、アメリカまでその噂は届くかもしれない。大げさだよ。とにかくお前が面倒見るしかないんだよ。今晩連れて帰るから頼んだぞ。ちょっと勝手に決めないで。あと出張で使うから、お前のキャリーケース空にしといてくれ。なんで？あなたのもあるでしょ。新婚旅行の時にお揃いで買ったじゃない。俺のタイヤの回転が悪いから修理しなきゃいけないんだよ。分かったけど。じゃ、よろしく。ちょっと、まだ話は終わってないから。私はマリ、28歳の会社員です。夫のノブとは去年結婚しました。まだ子供はいませんが、2人とも仕事が忙しいこともあって特に焦ってはいませんでした。それにお父さんは早くに体を壊して仕事ができなくなったそうで、生活が苦しく仕送りが必要です。それでノブのお給料のほとんどは毎月の仕送りに消えていました。まあ私も正社員でそれなりのお給料をもらっており、家は結婚した時に私の父が買ってくれたので家賃もかかりません。なので生活が苦しいわけではありませんが、子供を作るとなれば今まで通り仕事を続けられなくなる可能性もあり、ためらっている部分もありました。ですがまさかこんな形で子育てを経験することになるとは。義姉のめぐみさんはご主人の仕事の都合でずっとアメリカで暮らしています。なので未だにご挨拶もできていません。とはいえお子さんを預かることになった以上は責任があります。上司からすごく嫌な顔をされながら1週間の有給を取ることになりました。最初は不安でいっぱいでしたが、実際にお姉さんの娘さんと顔を合わせてみるととても可愛くて、慣れないことばかりで大変ですが、それなりに楽しい毎日でした。でもそんな中、信じられない連絡が入ったのです。5日後。突然ごめんなさい。マリさんのかしら？そうです。どちら様ですか？急に連絡してごめんね。私はノブの姉のめぐみよ。結婚式にも出席できずにごめんなさい。お姉さん、はじめまして。こちらこそちゃんとご挨拶もできなくて申し訳ないです。実は私今帰国してるの。ノブさんから伺ってます。あれ、なんで知ってるんだろう。あ、秘密だったんですよね。すみません、私が無理に聞いてしまって。ん？秘密？なんかよくわからないんだけど。あ、すいません、私は結構口は固い方なので。お姉さんの極秘来日も誰にも言ってません。極秘来日ってどこのハリウッドスターよ。面白い子ね。仲良くできそう。いいところのお嬢さんって聞いてたからちょっと緊張してたのに、
あ、もうバレてしまってるのであればぜひお会いしたいです。体調が良ければ大丈夫ですか？そうそう、私もあなたに会いたいと思って連絡したのよ。次の帰国はいつになるかわからないし。嬉しいです。でしたら娘ちゃんと一緒にそちらに伺いますね。あら、娘ちゃんいるの？もちろんです。本当に可愛くておそなしいです。今もずっと一緒です。ノブは何も言ってなかったのに。まあ楽しく暮らしてるんなら安心したわ。ご安心ください、娘ちゃんはしっかり私が守ってますので。頼もしいわね。母さんからあなたたちの家は聞いてるから、急だけどこれから伺ってもいい？あれ、病院はもう。あれ、病院にいたことまで知ってるのね。もう大丈夫だからこれから伺うわ。旦那もせっかく帰国したからって遠方の実家に行ってて暇でさ。そうなんですね。安心しました。あまりおもてなしができないかもしれませんが、お待ちしています。アメリカのお土産いっぱいあるから楽しみにしててね。その日の夜。出張お疲れ様。マジ疲れたわ、ほんと。上司も俺にばっか頼るからさ。ま、俺が優秀すぎるから仕方ないんだけどな。帰りは明後日の朝だっけ？その予定だ。お前はちゃんと姉さんの娘の世話やってんだろうな。大丈夫だよ。でもさ、困ったことになっちゃってさ。は？怪我でもさせたら絶対許さねえからな。違うよ、すごく元気だよ。心配させてんじゃねえよ。で、何が困ったんだよ？お姉さんから連絡があったのよ。は？なんでだよ。私も驚いたんだけど、なんで娘ちゃんが二人いるの？あ、いや、お前勘違いしてるんだな。俺、姉ちゃん二人いるんだよ。お前に連絡したのはもう一人の姉ちゃんだな。姉ちゃんもびっくりしただろうな。俺が説明しとくから、お前はもう連絡しなくていいぞ。それでごまかせるとでも思った？姉ちゃん、いや。私以外に姉がいるって？いや、勘違い。何が勘違いなの？私がいつ、アメリカの医療では治療できない重度の血を患ったのかしら。いや、全部勘違いだった。慌ててたからさ。姉ちゃんじゃなくて、友達に子供預かってくれって頼まれたんだよね。その割にはしっかりと説明するように見えるわね。おい、マリ、姉ちゃんに LINE の内容まで送ったのかよ。送ってないよ。今お姉さんうちに来てるから。は？なんでだよ。アメリカじゃねえのかよ。帰国のタイミングだけ、奇跡的にあんたの下手くそな嘘と重なったのよ。嘘だろ。そんな偶然、ありかよ。ってことで、あんたの嘘は全部バレてるわけだけど。全部説明してもらうわよ。いや、本当に友達の子供でさ、そいつには借りがあって、どうしても預からないといけなかったんだよ。でも、いきなり他人の子供預かるとか言ったら反対されるだろ。だから姉ちゃんの子供だって嘘ついたんだよ。本当なの？もう嘘ついてない？あ、全部本当だよ。すまない、嘘をついて。ダウト。え？出張も嘘なんだよね。今日会社から連絡あったよ。え？なんでだよ。緊急で確認しなきゃいけないことがあるけど、あなたが電話に出ないって。あ、今日電源切ってた。出張が嘘なら、あなたは今どこにいるの？こんな嘘をついて知らない子供を私に預けて一体何をしているの？ああ、本当はその子供の親に頼まれてさ、そいつの仕事を手伝ってたんだ。何の仕事？お前には言えない。愛する妻を巻き込むわけにはいかないからな。アンダーグラウンドのちょっと危ない仕事なんだ。修羅の国と呼ばれる福岡の某所に身を潜めてるとこだ。そっか、函館、札幌、暮らしのって福岡にあったんだ。知らなかったわ。あ、なんで場所知ってんだよ。キャリーバッグ、エアタグついてるもん。詳細な場所までわかるよ。今、富良野のホテルにいるよね。は、そんなもんつけて俺を監視してたのかよ。いや、それ私のキャリーバッグだし、私すぐに物なくしちゃうからつけてたんだけど、こんなことで役立つなんてね。わかった、正直に言うよ。本当はさ、友達と一緒に旅行に来たんだよ。最近仕事忙しかったし、息抜きでさ。で、友達は子供いるから1週間も無理って言うから、お前に預かってもらおうって思いついて、本当にごめん。そのお友達は男性？もちろん男だよ。大学時代からの腐れ縁でさ。もう嘘はない？信じていいの？もちろんだよ。じゃ、今から部屋のドアノックするから、お友達に会わせてよ。は？何言ってんだよ。って、マジでノックされてる。お前、まさか北海道まで。早く開けなさいよ。いや、ノックされてない。気のせいだったわ。もうバレてるのよ。あなたが女とホテルに入っていくとこの写真送られてきたし。は？誰からだよ。お兄さんだけど。は？私の旦那の実家、富良野じゃん。忘れてた？ちょうど帰省しててさ。
嘘だろ、ここまで偶然って重なるものなのか。最後まで嘘つき続けたね。正直がっかりだよ。いや、正直すまんかった。浮気認めるんだね。この子は浮気相手の子供、妻に愛人の子供預けて旅行に行くってどんだけよ。本当ごめん、もう二度と浮気はしないから、だから許してくれ。もう話すことはない、隠してることはないのね。ない、今度こそ本当だ、だから許してくれ。この子、あなたの写真見せるとパパって言うんだけど。いや、それはあなたの子供なんだよね。それは違うって言うなら帰ったら DNA 鑑定する。浮気相手さんともちゃんとお話ししたいし。なんでこうなるんだよ。そうだよ、そいつは俺の子供だよ。お前と結婚する前の年に生まれたんだ。やっぱそっか。っていうか、結婚前だったらなんでその人と結婚しなかったのよ。それはお前の方が好きだったから。あんた本当に腐り切ってるね。まだ嘘つくの？お金が欲しかったんでしょ。マリちゃんのご実家はお金持ちだもんね。結婚した時も豪邸建ててもらってたし。マリちゃんが本当に好きだったら浮気旅行になんか行かないよね。しかも子供預けてさ。そんな言い方したらマリが傷つくだろ。どの口が言ってんのよ。言えなかったんだよ、子供がいるなんてさ。でも養育費をちゃんと払うってことで話はまとまってたんだよ。ご両親への仕送りって言って家計にお給料を全く入れなかったのはその養育費だったの。仕送りって何よ。あんた逆に小遣いもらってたでしょ。母さんもいい年してって嘆いてたわよ。そこまで嘘だったのか。いや、それはとことんクズね。自分の弟だと認めたくないわ。もうさすがに信じるのは無理ね。離婚しよっか。いや待ってくれ、離婚だけは勘弁してくれよ。ここまでバレてまだ離婚回避できると思ってんの。いや、離婚になったら俺はどうなってしまうんだよ。知らない。いや無責任だろ、俺住むところもなくなるんだぞ。だから知らないって。そうだ、その子も苦しむことになるんだぞ。養育費が払えなくなるし。それはあなたの責任でしょ。自分でどうにかしてよ。手取り8万でどうしろって言うんだよ。は？手取り8万？あんた30過ぎだよね。週3勤務ならそんなもんか。週3勤務？マジでバイトか何か？私のお給料で十分に生活できてたんで、あまり気にしなかったんですが、結婚してからの1年ですでに3回転職して、その度に勤務日数減ってたんですよね。マジ？私ならその時点で離婚するわ。だらしない人だとは思ってましたけど。いやいや、マリちゃんってダメを甘やかせようタイプ？ダメだって。今回教訓になりました。経済的に頼る必要はなくても真面目に仕事もできない人には注意が必要ですね。クズの可能性が高いようなので。そうね、あなたは優しすぎるっていうか浮世離れしてるところがあるからね。お姉ちゃん心配だわ、またこんなクズに引っかからないか。人をクズクズ言うなよ。俺は離婚しないからな。絶対離婚させるから。私の職業忘れた？国際弁護士なんですよね。そうそう、日本にもたくさん優秀な弁護士の知り合いいるから紹介してあげるわ。お金困ってないって言ってもしっかり慰謝料は取りなさい。今回相手がゲスすぎるからノブと浮気相手それぞれに300万円を請求できるわ。待てよ、弟をそこまで追い詰めることないだろ。あんたは甘やかすとろくなことにならないわ。徹底した制裁が必要よ。いや、マジで無理だって。マリちゃん、ごめんなさいね、こんなクズ弟で。あなたみたいな素敵な妹が欲しかったのにな。初対面でこんなことになっちゃって。いえ、今回お姉さんのおかげでいろんなことに気づけました。私も一人っ子なので、めぐみさんみたいなお姉ちゃんが欲しかったです。本当可愛い子、これからもお姉ちゃんって呼んでちょうだい。困った時はお姉ちゃんがいつでも助けてあげるから。お姉ちゃん嬉しいです。待てよ、なんで二人で盛り上がってんだよ。俺はどうなんの？なあ、無視すんなよ。離婚とか無理、働きたくないし許してくれよ。後日談。その後速攻でノブは帰ってきました。必死に離婚を回避しようとベラベラ喋ってましたが全部無視。娘ちゃんはお返しして家から出て行ってもらいました。その後弁護士を通じて話し合って正式に離婚。慰謝料はノブと浮気相手それぞれに300万円請求することになりました。現在ノブと浮気相手は
生活と慰謝料支払いのために必死に働いているようです。娘ちゃんはノブの両親がお世話をしているみたいなので、ひとまずは安心ですね。一方、私の方はその後もお姉ちゃんとの交流が続いています。今度アメリカ旅行がてら会いに行こうと思います。